葛飾から J リーグを目指す南葛 SC は今日、鹿児島県で行われた全国社会人サッカー選手権大会の2回戦に臨み、九州代表のベロスクロノス角と対戦しました。白いユニフォームの南葛は元日本代表の稲本などが先発メンバーに名を連ねました。先にチャンスをつかんだのはベロスクロノス角。南葛は先制ゴールを奪われてしまいます。1点ビハインドで折り返した南葛は後半猛攻を仕掛けます。コーナーキックのチャンスにヘディングで合わせますが、惜しくもクロスバーを直撃、追いつくことができません。チームの地元葛飾区から駆けつけたサポーターが見守りますが、逆転ならず、南葛 SC2 回戦敗退となりました。残念な結果になってしまいましたけど、この暑さの中、連戦の中、選手たちは本当にしっかりと準備してきてくれたこと、それを出し切れたっていうところは良かったなというふうに思います。本当に一緒にいつも戦ってくれてますので、僕自身にとっても本当に心強くて感謝しても、しきれないです。引き続き、応援よろしくお願いします。